マルタ・トレホン・モヤは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県、タラサ出身の女子サッカー選手。ポジションはディフェンダー。サッカースペイン女子代表としては、歴代最多の90試合に出場した。プリメーラ・ディビシオン・フェメニーナの FC バルセロナ所属。男子サッカー選手のマルク・トレホンは兄である。父親やおじもサッカー選手である。2019年の UEFA 女子。 チャンピオンズリーグにおけるトレホン1990年にカタルーニア州バルセロナ県マタロウで生まれた。7歳の時に地元の CF サレシアンスでマタロウでサッカーを始め12歳でバルセロナにある RCD s パニオールの下部組織に加入した。当時の RCD s パニオールには女子チームがなかったため男の子に混じって男子チームでプレーした。 14歳だった2005年にトップチームデビューし、プリメーラディビシオンフェメニーナデビューした。サッカー選手としてプレーする傍らで大学にも進学し、生物学を学んで卒業した。2011年にはコパデラ・レーナの決勝に出場したが、ライバルの FC バルセロナのに敗れた。23歳だった2013年、FC バルセロナに移籍した。 2013から14シーズンと2014から15シーズンにはプリメーラディビションで優勝し、2014年2017年2018年にはコパデラレーナで優勝した。2019年時点では第3キャプテンを務めている。2016から17シーズンにはクラブ史上初めて UEFA 女子、チャンピオンズリーグの準決勝に進出したが、 フランスのパリ・サン・ジェルマン FC に敗れた。2018から19シーズンの UEFA 女子、チャンピオンズリーグでも躍進し、準決勝ではドイツの FC バイエルン・ミュンヘンに勝利した。クラブ史上初めて出場した決勝では、フランスのオリンピック・リオンに敗れた。2020年にはこの年に初開催されたスーペール・コッパで、エスパーニャ・フェミニーナのレアル・ソシエダ戦に出場した。 10得点で対勝した試合で、トレホンは4得点を挙げ、大会最優秀選手に選ばれた。16歳だった2007年11月25日、UEFA 欧州女子選手権2009予選のイングランド代表戦で、サッカースペイン女子代表デビューした。2013年には、イグナシオケレーダ監督によって、UEFA 欧州女子選手権2013に、 出場するメンバーに選出された。トレホンは全試合にフル出場し、スペイン代表は準々決勝でノルウェー代表に敗れた。2015年にはカナダで開催された 2015FIFA 女子ワールドカップにキャプテンとして出場した。トレホンは全試合にフル出場したが、スペイン代表はグループリーグ再開に終わった。低調な成績に終わったことで、 トレホントチームメイトはケレーダ監督の辞任を要求した。2019年にフランスで開催された2019フィファ女子ワールドカップには再びキャプテンとして出場した。スペイン代表はグループリーグ2位で決勝トーナメントに進出したが、決勝トーナメント1回戦では後に優勝することになるアメリカ合衆国代表に敗れた。大会後の2019年8月。 スペイン代表からの引退を表明した。ありがとうございます。